平成ローマの最大領域テトラルキア製、西ローマ帝国、東ローマ帝国ローマ皇帝一覧では、現代において一般的に正党とみなされている古代ローマ帝国のローマ皇帝を年代順に列挙する。ローマ皇帝という名称は、幾分、現代的な用法であって必ずしも、当時の人間がそのように故障したものではないし、時代ごとに制度上の位置づけも変動している。 しかしどうあれ、アウグストゥス以降にローマという国家で定着した、個人に先制的な権限を与える習慣を端的に表現する上で的確な用語であると多くの場合でみなされている。古代に地中海世界において強大な勢力権を作り上げた、ローマは、共和制から君主制へと大きく政治制度の改革を行い、議会政治から個人による独裁への転換を、 事実上容認するようになった。しかし、こうした体制を確立したアウグストゥスは、元老院への配慮から共和制を建前上は維持する道を選び、共和制における独裁を模索した。したがってアウグストゥスはかつて存在したローマ王や、それに比類するいかなる爵位や軍主号を拒否した。その一方で、共和制に存在した様々な役職や特権を、 自らの独占とし、さらに元老院を監督する立場にあるプリンキヘプス、セナアトゥスを、終身の称号として受け取った。アウグストゥスと共に、初期のローマ皇帝とされる人々も、一様にこうした方策で、独裁体制を築き上げたため、独裁的で、血統主義的な要素を持ちつつも、議会が一定の力を維持していた。歴史学者たちはこれを、プリンキパトゥスと呼び、単なる、 先制的な君主制とは異なるものであると評価している。原首制は、帝政時代の半分を占める300年間ほど維持されたが、セウェルス朝末期の混乱と断絶によって、各地の将軍による定位三月と内乱が繰り返される3世紀の危機が始まり、帝国は急速に荒廃していった。こうした状況下で定位を獲得したディオクレティアヌスはより、 強大な君主制が必要と考え、強力な官僚制を作り上げて皇帝が官僚を通じて人民を支配する体制を整備した。また、それまでの実質的な君主号であったプリンケプスに代わり、我らの主を意味するドミノスノステルを用いたことから、歴史学者たちはディオクレティアヌス以降の訂正をドミナートスと呼称している。また、ディオクレティアヌスは皇帝権を2分すると、 共同皇帝マクシミアヌスに帝国の西半分の防衛を担当させて帝国の分担統治を開始した。さらに副帝もそれぞれ東西ごとに一人ずつ設置してそれぞれに職務を分担させることで最終的に皇帝権は四つに分割された。当初のテトラルキアは職務の分担であって地理的な分割など想定されていなかったが結果的には ローマ帝国の政治的分裂という結末を招いた。しかし、両地方の宮廷が政治的には独自の行動を取り合うようになった後も、両政権は法律的には一つの国家という立場を維持し続けた。例えば、東西の皇帝は等しく同等の権限を有しており、東西いずれかの皇帝が母した際には、残り一方の存命の皇帝が、東西の 両地域を統治することとされていた。その後、西ローマ帝国では皇帝府は明確に没落し、476年あるいは480年に消滅した。対する東ローマ帝国では皇帝府は軍事的危機を迎えながらも継続され、中世を経て近世にオスマン帝国に滅ぼされるまで存続した。また前述の制度から、 西ローマ帝国の皇帝政権消滅後は自動的に東ローマ帝国の皇帝がローマ帝国全土を担当することとなり法律的にはローマ皇帝権の再統一が果たされたことになる。上記の複雑な経緯からどのような条件を満たせば正当な皇帝と呼べるのかを設定するのは容易でない。皇帝とは必要とされた時にふさわしいとされた人物が主事の 権限を独占した結果として皇帝になったものであって、ローマ法にも皇帝の正当性を決める規則などというものは存在しなかった。ローマ皇帝の本質の一つはその断絶性である。制度上、皇帝に与えられた数々の権限は、世襲や相続が禁止されており、定位は個人に与えられる一代限りの特権であった。原則としては、正式な アウグストゥスの称号を授与できるのは、ローマの元老院だけである。一方で、皇帝は常に多忙であり、状況によっては、会の補助者や同僚に職務を分担させる必要があったため、現職の皇帝による同僚の推薦はむね、尊重され、元老院からも追認された。また、軍事的成功において、軍団の兵士たちから皇帝と宣言されることもあった。古代において、 戦勝は神々によってもたらされる恩恵であったので、首都ローマでの外戦式における、インペラトルの勧告は、外戦将軍が神々によって指名された人物である、ことを示すものと理解された。すなわち、しばしば、皇帝とは、以下のような判断基準で決められたのである。例えば、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは、当時の皇帝であったクインティルスの後継者では、なかったが、蛮族に対する、 極めて優秀な活躍から、軍の実権を掌握して、正当な皇帝として周囲から追認を受けていった。また逆にガリエノスは最後まで帝国全土を掌握できなかったが、ウアレリアヌスの共同皇帝では、あったので、多くの場合で正当な皇帝とみなされている。そしてクラウディウス・ゴティクスは、帝国全土を掌握できず、また先帝ガリエノスを殺害して、帝位を奪った明確な三奪者であったが、 市民や、元老院から熱狂的な指示を受けて、皇帝とみなされていた。複数の皇帝が並び立った場合、4皇帝の年に放棄した4人の転移請求者は、最後に勝利したキツスフラウィウスウェスパシアヌス以外の3者も、これらの条件を満たして、それぞれが正当な皇帝とされていた。しかし5皇帝の年に放棄した5人の転移請求者は、ペルティナクスとディディウスユリアヌス、 そして最後に勝利したセプティミウス・セウェルスの3名のみが条件を満たしており、クロディウス・アルビヌスとペスケンニウス・ニギルの2名は正当な皇帝としての条件を最後まで満たせず、戦勝帝という立場でセウェルスに敗れている。また、共同皇帝という複数の皇帝が共同統治を行う制度も存在しているが、しばしば共同皇帝の片方が実権を持たない。 場合も参見される。395年以降は、ローマ帝国の東西の皇帝府が政治的に分裂する時代を迎えることになる。だが、政治的にはどうであれ、法律的には、それぞれがテトラルキア制に基づいた合法的な皇帝であり、記載する上で特段の問題は存在しない。西ローマ帝国の最後の皇帝とされることのあるロムルス・ワウグストルスも、 強奪者型の皇帝として、一応は正当であったと判断できる。以下に示される皇帝一覧は、一般的に正式な皇帝として認識されているものを列挙したものであるが、誰を正当な皇帝のリストに含めるかは、リストの作成者の主観によるものであり、リストが作成された時代や地域あるいは歴史家ごとに異なっている。4皇帝の都市5帝の都市。 ありがとうございます。